上野市のバズイケで、ボートから景色を楽しむ、行楽客大堀公園のスワンボート。足漕ぎボートとは、外輪を用い、足でペダルを漕ぐことによって推進するボートの一種で、ある。サイクルボート、ペダルボートなどとも呼ばれる。足漕ぎボートはペダルを漕ぐことで、側面内し後方に取り付けられた、円筒状の推進機を回転させることによって、前進する。 方向転換にはハンドルによって操作される火事が使用され、ペダルを逆回転させることで更新することができるものも存在する。人力外輪による推進機はあまり強力ではなく、このため流れの速い河川などでは利用することは難しいほか、浅く広い船底のために波やうねりのある海での利用も困難である。しかし、足で小ぎハンドルで操作するという様式から、 海を使ったボートよりも操作しやすく、また底面が広く波のない水面では安定性が良い。ことから初心者でも扱いやすい。これらは観光、レジャー用として公園や観光地の池、湖で利用されており、観光客や行楽客に優勝で貸し出されている。20世紀後半より FRP 製のものが一般に見られ、屋根があるものとないものがある。また、 これらの内白鳥を模した形状のものはスワンボートとも呼ばれる。前述の公園や観光地の池、湖の遊覧用ボートには手漕ぎボートとともに、かつては無免許で操縦できたエンジン付きの円形ボートも使われていたが、1974年の法改正により、動力付きボートの操縦には小型船舶操縦士の免許が必要になり、群馬県のボートメーカー、砂賀で、 誰でも操縦できるボートとして足漕ぎボートが開発され、さらに1978年に白鳥を模したスワンボート1号機が開発されたとされる。2017年時点で同社がスワンボートの90%以上のシェアを持っていると言う。ありがとうございます。